自民党の谷垣貞一元総裁は2016年幹事長を務めていた際に趣味の自転車で転倒して頸髄を損傷し政界を引退しました。昨日谷垣氏は脊髄を損傷した人たちが再び歩くことに挑戦するイベントに参加しました。トレーナーに歌を歌いながら歩くとパフォーマンスが上がると言われた谷垣氏、シャンソンを口ずさみながらゆっくりと歩を進めます。こうしたイベントに参加したことについては福田康夫元総理に人前で歩くよう勧められたのがきっかけだと明らかにしました。お前も人前に出たら実際の自分よりももっと元気だって見せたいというぐらいの色気はまだあるだろう、それがリハビリになるんだって福田康夫さんに先輩に言われて。谷垣氏はそれほどかっこよく歩けたわけではないとしつつも、少しでもよくやろうと色気を発揮することがリハビリにつながると語りました。